第2夜、こんな夢を見た。和尚の部屋を下がって廊下伝いに自分の部屋へ帰ると、暗灯がぼんやり灯っている。片膝を座布団の上について刀身をかきたてた時、花のような長寿がパタリと朱塗りの台に落ちた。同時に部屋がパッと明るくなった。襖の絵は武尊の筆である。黒い柳を濃く薄く「おちこち」と書いて、寒そうな漁夫が傘を傾けて土手の上を通る。床には懐中文殊の軸がかかっている。炊き残した線香が暗い方でいまだに匂っている。広い寺だから神官として人気がない。黒い天井に刺す丸安藤の丸い影が仰向く途端に生きてるように見えた。縦膝をしたまま左の手で座布団をめくって右を差し込んでみると、思ったところにちゃんとあった。あれば安心だから布団を元のごとく直して、その上にどっかり座った。お前は侍である。侍なら悟れぬはずはなかろうと和尚が言った。そういつまでも悟れぬところを思ってみると、お前は侍ではあるまいと言った。人間のクズじゃと言った。ははあ、怒ったなと言って笑った。悔しければ悟った証拠を持ってこいと言ってぷいと向こうを向いた。けしからん。隣の広間の床に据えてある置時計が次の時を打つまでにはきっと悟ってみせる。悟った上で今夜また入室する。そうして和尚の首と悟りと引き換えにしてやる。悟らなければ和尚の命が取れない。どうしても悟らなければならない。自分は侍である。もし悟れなければ自刃する。侍が恥ずかしめられて生きているわけにはいかない。きれいに死んでしまう。こう考えたとき、自分の手はまた思わず布団の下へ入った。そうして取材屋の担当を引きずり出した。ぐっと塚を握って赤い鞘を向こうへ払ったら、冷たい刃が一度に暗い部屋で光った。すごいものが手元からスースーと逃げていくように思われる。そうしてことごとく切っ先へ集まって、殺気を一点に込めている。自分はこの鋭い刃が無念にも針の頭のように縮められてくすん五分の先へ来てやむを得ず尖ってるのを見て、たちまちぐさりとやりたくなった。体の血が右の手首の方へ流れてきて、握っている塚がにちゃにちゃする。唇が震えた。担当を鞘へ収めて右脇へ引きつけておいて、それから禅画を組んだ。上州曰く無と。無とは何だ、クソ坊主め、とはがみをした。奥歯を強く噛みしめたので鼻から熱い息が荒く出る。こめかみがつって痛い。目は普通の倍も大きく開けてあった。掛物が見える。暗灯が見える。畳が見える。和尚の夜間頭がありありと見える。
ワニ口を開いて嘲笑った声まで聞こえる。けしからん坊主だ。どうしてもあの夜間を首にしなくてはならん。悟ってやる。無駄、無駄と下の根で念じた。無駄というのにやっぱり線香の匂いがした。なんだ、線香のくせに。自分はいきなり原骨を固めて自分の頭を嫌というほど殴った。そうして奥歯をギリギリと噛んだ。両脇から汗が出る。背中が棒のようになった。膝の継ぎ目が急に痛くなった。膝が折れたってどうあるものかと思った。けれども痛い、苦しい。無はなかなか出てこない。出てくると思うとすぐ痛くなる。腹が立つ、無念になる。非常に悔しくなる。涙がほろほろ出る。人思いに身を大岩の上にぶつけて骨も肉もめちゃめちゃに砕いてしまいたくなる。それでも我慢してじっと座っていた。耐えがたいほど切ないものを胸に入れて忍んでいた。その切ないものが体中の筋肉を下から持ち上げて毛穴から外へ吹き出よう吹き出ようと焦るけれども、どこも一面に塞がってまるで出口がないような残酷極まる状態であった。そのうちに頭が変になった。安藤も武尊の絵も畳も違いだらもあってないような、なくってあるように見えた。と言って無はちっとも厳然しない。ただいい加減に座っていたようである。ところへ忽然隣座敷の時計がチーンと鳴り始めた。はっと思った。右の手をすぐ担当にかけた。時計が二つ目をチーンと打った。